それでは教科書のですね、125ページから127ページのところに書いてある例 4.23。 はい、教科書、久しぶりに表紙出しましょう。これですね、この教科書の、125ページから127ページに書いてある例の 4.23 についてお話をしたいと思います。この例題は、こういう積分を計算したら、こんな風になるというような、問題になってます。はい。で、ポイントはですね、A が、ここに書いてあるスモール A が、なんかちょっと、はみ出してますね。はい。A が、0より大きくて1より小さい、非整数である。整数ではないということ。0と1の間にある、整数ではない実数になっている。いうことです。これがこの問題を非常に難しくしているということになります。はい。で、それで、この、問題は、要は、プラス R から、プラススモール R から、プラスラージ R まで、プラススモール R から、プラススモール R から、プラスラージ R まで。はい。この間の積分を計算して、スモール R を0、ラージ R を無限大の極限を取るということになっているので、これを、この数直線上の実積分を、複素平面上に書き直しますと、こんな風に赤いラインを左から右に向かう積分路になります。で、C1 の R コンマラージ R っていうのは、これは、これが、この、左から右に向かう積分です。ちなみに、後でちょっと使うので、これ、今までは、例の 4.22、21までは、その複素数の変革がどうなっているかっていうことを触れませんでしたが、ここではこの C1 の R コンマラージ R 上では、常に、この変革が0と選びます。はい。こいつを0というふうに選びます。こっちに書いた方がいいですね。C1R コンマラージ R 上では常にと選ぶとことにします。はい。で、その上でこの複素積分を考えてあります。はい。変革、実は、変革そのものは、極形式をやったときに、お話ししましたが、2nπ だけの不定性があるんですよね。が、そのどれを選んでもいいよというふうにしておくと、実はこの後の計算で、この z の a-1 乗がいろいろといたずらをします。なので、z の変革は、この、積分路上では常に変革は0というふうに選ぶというふうに約束しておきます。この積分路上で変革をどれも取ってもいいよとしてしまいますと、この z の a-1 乗っていうのが 2πi だけの、2nπ だけの不定性を持ってきますので、変革として 2nπ だけの不定性が効いてきますので、そのために不連続になってしまいます。でも、この C1 というこの積分路上では、この関数は連続関数として扱うというようなことでの積分を考えておりますので、それで変革を何か1個固定しないといけないです。で、ここではそれを変革を、0と選ぶことにするということです。はい。それで、この関数なんですが、はい。z イコール0はこの非積分関数の分岐点、ブランチポイントという意味での特異点になってます。
R ですからね。この R を L にしちゃうと、朝飯と昼飯の間のお食事。発問できない。ブランチになりますからね。これはブランチですからね。はい。あの、枝です。はい。分岐点というふうに呼ばれています。で、分岐点についての説明は、教科書の57ページから59ページ。はい。この教科書の57ページから59ページに書いてありますので、こちらを見てください。はい。それで、この Z の A-1 乗っていうのが、この、積分を考える上での非常にですね、難易度を大きく上げているポイントです。はい。そこで、Z の A-1 乗というのを、教科書で、これ、べき関数と言ってたんですね。こういうのをべき関数と言ってました。初等関数の中で出てきたものです。第2章のところで出てきています。第2章の方を見てみてください。それで 2.47 式を見てください。教科書の 2.47 式のところに、べき関数の定義が書いてあるので、その定義に従って Z の A-1 乗っていうこの分子に書いてある関数を書き下しますとこうなります。はい、ログが出てきました。ログ Z の定義は何かっていうと、これは、複素関数の意味でのログ Z の定義は、実は 2.44 式に書いてあります。2.44 式です。で、それを使いますと、こんな風に書き換えられます。で、ここで、ここに変革が出てくるんですね。で、A-1 ってこの全体にかかっている、こいつがもし、整数だったら、自然数か、0プラス1プラス2プラス3プラ、あ、プラス、0プラスマイナス1プラスマイナス2プラスマイナス3。整数だったら、インテジャーだったら、ここの変革は特にいたずらをしません。ところが今は A そのものが0から1までの間の、実数、つまり整数ではない実数になってますから、そのためにこの変革をどう取るかによって、値がどう選ぶかによって、2nπ だけの不定性の中のどれを選ぶか。これが要するに、どの枝を選ぶかということになります。これがどの枝を選ぶか、どのブランチを選ぶかということになります。はい。これが、そのために変革を、ここで、ちょっと気にしたわけです。で、その上で、変革とそれ以外の部分で、こういうふうに、書きますと、こんなふうな形になります。はい。ポイントは、この後ろのファクターですね。エクスポネンシャルの i かける a-1 かける変革 z。z の変革となっています。はい。で、まず簡単のために、この、この、非積分関数で考えてもいいんですけど、この上の部分に書いてある z の a-1 乗だけの部分についてちょっと考えてみたいと思います。はい。で、そうするとどうなるかっていうと、この、z イコール、この z の a-1 乗、これをですね、今、この、ちょうどここのところのですね、積分の加減ありますね。プラススモール r。これを半径として、半時計回りに 2π だけくるっと回って元に戻るということを考えてみたいと思います。もう一回言います。この、今考えている積分論のですね、支点になってますね。プラススモール r。ここを支点にして、2π だけ、半時計回りにくるっと回って、プラススモール r に戻ってくるっていうことを考えたとします。はい。そうすると、支点での変革は0ですよっていうふうに約束しました。そこから半時計回りに 2π だけ、プラス 2π、360度だけ回ったわけです。はい。そうすると、変革が、終点での変革は当然0ではなくて 2π になります。2π になります。はい。これがポイントです。そこで、この、始点と終点とでも、z の a-1 乗がどうなるかをちょっと考えてみます。z の a-1 乗っていうのは、視点では、この式でですね、考えると、まず Z の絶対値は常にスモール r になってますね。Z の絶対値は常にスモール r で、
そしてそこから、それに、0度という、これ、変革は0なので、それを入れてやりますと、単にプラスアスモール r ってのが出てくるわけです。で、終点の方は今度変革は 2π になってますから、それによってこの式に代入すると、これは r かけるエクスポネンシャルの i かける a マイナス1かける 2π になってます。はい。a マイナス1がもし整数だったら、整数だったら、インテジャーだったら、こいつは1になっちゃうんですが、1になってしまうんですが、ここは a マイナス1は、実数です。しかも、整数ではない実数、インテジャーではノンインテジャーの実数になってるので、ここは1になるわけではありません。はい。ということで、これが、それによって、くるっと回って、それで同じ場所に戻ってきているはずなのに、で、同じ関数 z の a マイナス1乗なのに、値が、変わってしまうわけです。つまり、ここで不連続性が出ているということになります。はい。ということです。で、逆に今度は、ここのプラス r のところ、ここを支点にして、この、2π だけ丸の逆を回ったとします。で、支点は、あ、これ違ってますね。これ終点と支点が逆になってます。ごめんなさい。これは、ここは、今度は、こっちが支点で、こっちが終点です。すいません。はい。今度は、変革 2π の、これと逆に回ったとします。変革をずらさすんですね。支点の変革を 2π にして、そこから、時計回りにマイナス 2π だけ回ります。時計回りです。だから、角度はマイナス 2π だけ増えますよっていう言い方をするか、2π だけ減りますよっていう言い方をするか、まあ、ともかくとして、マイナス 2π だけぐるっと回ります。はい。そうすると当然変革は、支点の変革 2π だったら終点の変革は0になるわけです。はい。それで同じことをですね、支点でのですね、z の a マイナス1乗と、終点での z の a マイナス1乗を考えると、やっぱりこんな風になります。こう、上での丸1で書いたのを逆にした形に当然なるわけです。このことが、この性質を把握した上で、これからこの積分を考えていきたいと思います。なお、この、非積分関数は、0の他にもう一つ、マイナス1のとこに、今度は孤立得意点を持っています。こっちは孤立得意点です。1位の極ですね。で、こちらが分岐点となります。はい。ということになります。はい。一度ここで切りたいと思います。お。はい。一度切りたいと思います。